はい。あ、これ下だった。あ、いた。ラッキー。はあ、はあ、もういい。今日はここまでにしとこう。飲もう。あ、確か見える。だいぶ降りてきました。だいぶ降りてきたというのはどういうことかというと、この辺から降りてきました。ちょっとほんのりは、はい、海の音聞こえますね、うん、あ、砂浜の砂が見えてきました。やった、海だ、海だ。座山してる、ほら、あそこが波打ち際です。あそこまで歩けばいいんだ。見えてますね、来た波が。約5時50分過ぎ、5時50分過ぎ、明るくなっちゃいました。まだ釣り始められないです。準備に結構時間がかかりますね。はい、コテージが見えます。はい、はあ、風力発電の下ですね。ここ本当は海水浴場なんですね。懐中電灯で仕掛けを手探りで作ってたらすごい時間かかりました。はい、もうちょっとで釣り始められます。はい、やっと準備できました。暗いと難しいです。っていうかもう明るくなっちゃって、6時になっちゃいました。最初はで、天秤の仕掛けでキス狙ってみたいと思います。
やー嬉しいなー。最初はこのキスを取っといてセットアッパーを投げてみたいと思います。あ、そうそう、このロッドがですね、3ヶ月ぐらい前に買ったんですけど、ランウェイの84ゼスタの1回も使ってないんで、どんな感じだかわかんないんです。いや怖いな、投げるの。でも投げてみたいと思います。うわた。第1投目から釣れていましたが、フグちゃんでした。いきなりフグちゃんがかかって針飲まれちゃったので、厄介なのでちょっとこっちのロッドだけでセットアッパー投げるのに専念してみたいと思います。相方のレンタカーが迎えに来てくれました。いやー至れり尽くせり、ありがとう。今日フグ1匹しか釣れませんでしたけれど、楽しかったです。そう、この波と波の間の隙間を狙ったんですけどね。はい、ということでありがとう、楽しかった。9時55分、納得できないのでまた戻ってきたんですけど、道具をコンパクトにと思ったら糸を忘れてしまいました。なので糸がないので、糸って針の糸がないので、こんな直についてたんじゃ釣れないかな。でも投げたいのでやってみます。1投目、3投目、5投目と釣れてますが、子供、何、週末の子供。はい、3匹目です。3匹目か。はい。